さあ時刻は夜9時になりました。エンパナータ,タイム2生放送の時間です。6月30日火曜日、今日のお相手は DJ モーリーです。えー、2015年上半期最後の生放送エンパナーとなっております。明日から4月ですね。えー、7月なんかこう僕の中ではあの6月今月がすごいこう一年の中で一番早く過ぎる月になってたんですけど。 まあこのねここ最近はやっぱりこう梅雨が明けてからもう連日もう3週間以上ですかね、えー、毎日30度を超す真夏日が記録されてますけれどももう、あれだねあの夏の便りというか、えー、セミもね、ねガンガン鳴いてるしでまた日もね長くなってるしでまた海とかあのいろんなところでね その和ナンバー的な観光客のね姿なんかもあったりとか本当にこう夏らしくなってるなというさる日曜日に北ンの方ででサンセットビーチの方でバーベキューをしたんですけれどもなんかこうバーベキューだったり海にねちょっとこう使ったりとかするとまたこう夏らしさがね際立つというかはいそんな感じがしましたねえあと1つ必要なのはやっぱり水着でしょうね。 うんまああの、去年ね、ラジオの中で、えー、水着欲しいですねと、えー、水着買って海行きたいなって言ったらね、あの、ディスナーさんから、モーリーと、えー、あんた今から赤ちゃん生まれるのに、ね、水着でワーキャー行ってる場合じゃねえだろと、えー、お叱りのメールが届きました。もうあれくらい1年ですよ。 もう今ねもう娘も大きくなってもう来月にはもうあと3週間ぐらいすると1歳なんですよね早いなーっていう感じがしますけれどもまあこの1年の月日数字で見るとねえー、まあ365日ですけれども子供が大きくなっていく肉眼でね、えー、その成長が確認できる1年っていうのはまた一味違うものがありますね はい、できればね、娘の話を1時間たっぷりしていきたいんですけれども、えー、夕方の放送を中心にそういった話はしていきたいなと思いますさあ今日は d n a 対中日戦ということでプロ野球なんですけれども沖縄で、ね、セルラースタジアム那覇の方で公式戦が行われております、えー、現在7回の表 d n a が1 0でリードしているという状況らしいですけれどもねいやーこのね中部の小からもううんと 1>, 1時間ぐらい40分ぐらいかな、えー、那覇までの距離ありますけれどもそのセルラースタジアム那覇の方でね一塁が三塁側と陣取って応援合戦が繰り広げられながら中継もされてるんでしょうねきっとねいやー行きたかったなー今年も行けそうにないそんな感じがしますけれどもねさあ皆さんはこの火曜日の夜何をしながらラジオ聴いてるんでしょうか今日もユースリムの配信 ツイキャスの配信もやっておりますのでどちらからか参加してくださいそして番組へのメッセージはこちら 761‐FMCOSA.jp761‐FMCOSA.jp でお待ちしておりますさあ今日は「ウチナータイム沖縄ベストセレクション」というです、ね、アルバムがありまして このアルバムには、えー、ジママザブーム森山良子ネーネーズ、平城敦子秀勝、普天間かおり b e g いろんなアーティストが集結しているアルバムなんですけれどもその1曲目に入っている曲をお送りしましょう。ビギンで、いらよい月夜浜 あのバックにこのさざ波の、ね、音がこう聞こえてて、でなんかこう若干こう風の音がするような。そんな、ねえー、bgm でした。ビギンで依頼。酔い月、お浜お送りしました。この,この放送は、小座高校を迎えになります。楽樹堂の提供でお送りします。 さあ改めましてこんばんは、えー、今日は6月30日火曜日のエンパナの時間ですねもう6月もあと2時間ぐらいで2時間ちょっとぐらい七、えー、7月に入っていくわけですけれども早いね本当にね早いもうあっという間ですねあれなんか2015年っていうこの数字にねようやく慣れてきたかなっていう状態なんですけどももうなんか 夏がね、やって,きましてでまあ沖縄の場合は特に沖縄市の場合はエーサーがもうスタートしているしエーサーのねイベントエーサーナイトも始まってるしでまた各自治会公民館いろんな場所で練習もね、えー、スタートしてるということもあってもうあとはなんかこう前頭エーサーまでのねカウントダウンみたいなところがありますよね。そのカウントダウンが終わるともう秋口になってで「あさ肌寒くなったね」って言ったら11月になって。 さあ今年もあとみたいなねカウントダウンの話がありますけれども毎年同じ気持ちになって「い今年も何もやってないで終わる」みたいなこと言いながら終わっていくっていうねでまた来年の抱負が出てくるわけですけれどもまあこうやって考えてみるとねもうあっという間だなというえ皆さんの2015年どんな半年間だったんでしょうか さあ今日もユースリムの配信とツイキャスの方からコメントもいただいておりますけれども、えー、太郎介さん、ビギングを聴きながらのお酒、いいですよね、はい今日のオープニングでねお送りしましたけれども、いいね、あのー、僕もお酒飲めないんですけど、最近、「あのー、コさの裏側」という番組の100回記念パーティーがありまして。 でそこでいろんな人とユンタクをしたんですけれどもあなたね話してくるとというかお酒飲んでる人を目の前にするとなんか飲みたくなりますねみんな楽しそうだからね最近もね、あのー、バーベキューをした時にも思ったんですけれどもみんな飲んでる中僕はもうウーロン茶三品茶っていうねできればちょっとこう島ビール何でもいいからねちょっと飲みたいなーってちょっと思ったんですけどもね はいまあ、娘も連れてたので飲まなかったんですけれども今年はねそういう,こう機会が増えて飲み、えー、ニケーションできる半分にね残り半分になっていったらいいなと思いますさあ小沢のすけ君借りたお金は出世払いで返すと約束し出世できなかったら借りたお金は返さなくていいだろうと裁判になり最高裁判所まで争われた事件がある皆さんこんばんは小沢のすけです 最近ね、あのー、前振りで、えー、小ネタを入れるという宣言をしてからずっと考えていただいてますけれどもアメリカとかの話なのかな、これねなんかよくありそうな言、ね、った言わないのフレーズをカチンで,でそれがそのまま裁判に行きそうな流れですけれども今日のテーマは何でしょうか、はい、小沢之助君そしてもう1通、モーリーさん、こんばんは沖縄市のミンミンです。こんばんばは 夕方は参加できなかったので夜メールします今日は遅い時間までお疲れ様です、えー、セルラースタジアムには FM 小座から誰か応援あるいは取材など行ってるんでしょうかはいいや取材とかではね誰も行ってないんじゃないかなと思うんですけどもねいかがなんでしょうかうーんあ取材名目で行くっていう手もあるんでね明日ね行けたらいいな <laughs> まあ、ほぼ無理ですけどもねうーん さあ今日の番組のテーマですけれども「ま、え、る、ー、といえば」はいこれはあのー、皆さんそれぞれであの考えてもらいたいんですよ例えば「純連歌といえば」これ平成生まれとかね昭和のもう63年とか2年とかの人に「純連歌といえば」って聞くと湘南の風なんですよね。で僕昭和54年生まれなんですがええー 中渕なんですよねっていう具合に順連歌といえば誰々とか夏祭りといえばホワイトベリージッタリンジンみたいな感じで世代が分かれると思うんですよねでまたその人の頭の中身がね分かるということでえー、まあこれをですね、あのー、皆さんそれぞれで比嘉といえば家具とかね比嘉 ななんちゃゃらとかなんかいあるじゃないですかでこれをこう勝手に考えていただいて、えー、メールで投稿して皆さんに聞いてみるという、まあ、僕もね思いついたらもちろん聞きますけれども、えー、ラジオ聴いてるあなたも「あ沖縄市のスターといえば誰々みたいな連想ゲームみたいな感じでね、えー、送っていただけたらいいんじゃないかなと思いますちなみに佐藤といえば誰ですか はいこれねあの僕の中ではもう佐藤さんイコール高一佐藤高一なんですけれどもやっぱりこう世代によっていや佐藤健じゃないですかだったりとか佐藤デュータ太ちょっと50代60代になってくると佐藤 B 作とかねあともう最近では佐藤佳代っていう人たちもいますけれどもはい、えー、まあ、たまにパンチ佐藤 <laughs> パンチ佐藤はなんかいいですねうん。 あと佐藤珠おとか,かこの名字イコールこの人みたいなそういうことをです、ね、みんなでこう遊んでいこうという、はいえー、スポーツカーといえばフェラーリみたいなねそんな感じでこう皆さんのこう頭の中の当たり前を送っていただく1時間にしようかなと、えー、思っております、えー、皆さんからのメッセージこちら 761-fmcoza.jp アットマーク FM コザ .jp まで、えー、追決の方からフルスロットル横山さん佐藤といえばガジロー <laughs> ランキングに何やつだガジローさんねえまあこういうこともあるわけですねあと佐藤 B 作とかってきてますけれどもうんまああと吉田といえばとかね もう僕ら世代では多分吉田栄作が出たりとかちょっと幕末が好きな人は吉田松陰が出たりとか、ね、あとアーティストになると吉田兄弟とかねいろんなことになると思うんですよ、まあ、そういう子遊びで1時間ね、えー、持たせようという <laughs>、えー、考えておりますのでメッセージをお待ちしていますさあこの辺で1曲挟んでいきましょう今日ね「ウチナータイム」という沖縄のオムニバスアルバムの中から曲をお送りしていきたいと思います さあ、それではママのナンバーからいきましょう。デイゴ さあお届けした曲は「ジママのナンバー」からデイ後お送りしましたさあ今日の番組のテーマ「まるといえば」というテーマでお届けしておりますええー、まあそうですねあのー、まあ皆さんなりのこうイメージを送ってもらいたいんですけれどもえー、そうだなまあ例えば「三品茶といえば」 とかねいろいろ出てくるじゃないですか銘柄だったりとか商品名がね出てくると思いますけれどもこれイコールこれなんじゃないかっていうものを、えー、皆さんなりに考えていただいて送ってもらおうかなと、えー、思っておりますまあ具志堅といえばもうね具志堅陽子さんまた FM 講座では具志堅ファミリーがいますけれども ね、その具志堅といえばまるみたいな感じで、えー、皆さんなりにそれをこう考えてお題として送ってもらいつつ私はこうであるっていうものをですね、えー、送ってください小佐之助君先ほどの「もう大丈夫出世払いでいいよ」って言って出世できなかった時に、えー、っていうねお話がありましたけれども「日本の裁判みたいですよただ100年以上前の裁判みたいですが」 砂糖といえばシュガーあそっちの砂糖ではないかはいラジオネーム小ざ助くんまあこういうメールもね、えー、この番組は届きます <laughs> はいえーまあ、まだまだこの後もメッセージお待ちしていますあのー「神田川」って曲がありますよねその「神田川」とか「名残雪」この昭和の名曲とかがありますけれども この昭和の名曲をこの今のアーティストさんがこうカバーとかしててでそのカバーをねあの印象に残ってる若い人はやっぱこうねその「名残雪」歌ってるのは旗本浩なんじゃないかとかいろいろこう出てくるわけですよでも蓋を開けてみるとねあのイルカさんだったりえかぐや姫さんだったりとかいろいろこうギャップというかねまあ面白いっちゃ面白いですけどね 同じこうカラオケルームに入って「あこの曲わかる誰が入れたの?」ってなったら50歳60歳ぐらいのね、えー、先輩方だったりとかでまたその逆で何度もこの音わかるのかっていうのを若い人に言った時にあ、今このアーティストがカバーしてるからさっていうそういう面白さもあるっちゃありますよね。あのー バンクバンドがね歌う意図最近はこうクリス・ハートだったりとかが、えー、カバーもしてますけれどももうあれもやっぱり中島みゆきさんの意図がね、えー、最初にあるわけでだからこのやっぱり聴いてる世代によって印象というかあのこの曲イコールこの人っていうイメージがねあると思うんですよね、えー、さあこちら追月の方から。 これはパッソルさんでいいのかな山田といえばドカ弁の太郎が出てきますああ山田あ今は僕はね山田孝之が出てきたなま,まだ若いのかなそうなってくると山田花子とか山田と言われたら山田花子太郎ええー。 脚本家の山田楽<笑><笑>まあこれちょっと舞台関係の話ですけれどもね山田といえばおーあ、最近「昼ドラ」見てるんですけどその「昼ドラ」の子役で出てくる多分山田山田だったと思うんですけどねの弟が出てますね最近ね <laughs>、えー、山田といえばあそうか世代的には邦子とかっていう人もいるんだ。 なるたろ、えー、太すけさん野球やっていたせいか山田太郎ですおーもうドカベンの影響っていうことですね AKB ファンさんモーリーさんこんばんは山田邦子野郎ということでいただきましたはいあのー、鈴木さんだったら誰が出てきますかね鈴木といえば 僕はねなぜか鈴木博光が出てきたんですよ、ね、まあ人によってはね鈴木紗理奈あと鈴木治鈴木一郎っていうパターンも、まあ、それか、あのー、もう鈴木はもうメーカーであって、えー、鈴木の〇〇っていうねこの車種をこう指す人もいそうですけれども。 あ、すごいね、野球好きはやっぱり鈴木イコールイチローなんだね。ああ、鈴木。あ確かね、パイレーツ、アスレチックス、パイレーツじゃないか、アスレチックスにも、鈴木っていうキャッチャーいましたよね、日系賛世だったかな、確か。あ、鈴木といえば強化 AKB ファンさん。 おだこれでねあの連想するものでやっぱりこうだいたいその人の頭の中っていうかねだいたいこれぐらいの年なんじゃないかっていうのが分かる気がしますが、えー、山田五郎と鈴木宗男 <laughs> <laughs> 何この対抗馬みたいな感じで出してますけれども山田五郎と鈴木宗男もうこれも天童ンンさんのね頭の中というか世代なんでしょうねなるほど。 コザのスケくん「見せられて」といえばジュディオングさんでもデーモン閣家もカバーしてるんです面白いですよあーなるほど、うん、確かにね見せられて言われたらねジュディオングが浮かんできますけれどもだこうやってねなんかあのー、なんだろうね頭の中ってなかなか見えてこないからね あこの人こういうワードを言うんだっていうのが分かるだけでねちょっとこうネタになっ,てもなったりもしますけれども、えー、メールも紹介しましょうみんみんさん FM といえばコザおお沖縄じゃないんですね873じゃないんですね山内さんといえばイチローこれは太助さんの言葉を拝借して17歳といえば南沙織 鈴木といえば「ワゴンあるかな?」では、はいね、こういう形で車の車種を指す方もいますね17歳といえば南沙織かあああれだな森高千里ですね僕はもうそっか南沙織さんがまずいますねうーん17歳 んですよね僕らにもね <laughs> なんかあなたねもうそうだったかなみたいな高校生とか中学校とかのねもちろん思い出はありますけど17歳ってあったんですね今なんか改めてちょっとこう考えてみましたけれどもそうかありましたね高校2年生ぐらいですかねえー、17歳といえば森高千里さんということで。 えー、コメント入ってますけれども2つほど入ってますね何がありますかねあとねうんまあちょっとね考えて、えー、また皆さんもコメントも引き続きよろしくお願いしますはいメッセージ宛先は 761‐FM コ a .jp 七六一アットマーク fm 小沢ドット jp でお待ちしています。まあ今日は沖縄ソングを中心にね、えー、お送りしていますけれども、モンパチのナンバーからも一つお送りしたいと思います。月明かりの下で。 お届けした曲は「モンゴル800」で「月明かりの下」でお送りしました。えー、ということで「えー、まあモンパチといえば」とかね、えー「思いつくもの」まあ「小さな恋の歌」とかまあ,あと「あなたに」とかね「えー、神様」とかいろんな曲がありますけれども、まあ、個人的にはねそうですね あのー、モンパチもいろんなアーティストとこうフィーチャリングしててでスカパラの皆さんだったりソフェだったりとかねいろんなアーティストのフィーチャリングがあるんですけれども個人的にはソフェのね、あのー、ソフェとフィーチャリングしてる一人じゃないっていう曲が好きなんですけれども「えー、モンパチといえばこの曲」とかね、まあ、今日はその連想的な「ま、え、る、ー、といえば思いつくもの」というテーマでお届けしています。 ラジオネーム、シューターさん、はいもうねあの、ラジオネームがな,なくても、もう誰かわかるという、<laughs> えー、テーマがわからない、リクエスト、ボトル2本とチョコレート、ビギンお願いします、今日も一日お疲れしたということでいただいております、はい、もうね、朝3時起きでした、シューターさんね、3時起きとか3時45分起きとかだったような気がするんですけど、まだこの時間も仕事なんでしょうかね。 車で聞いてるんでしょうかはい、えー、帰りながらちょこっとだけ聞いてくださいライブバージョンのお届けしましょうビギンでボトル2本とチョコレート さということでバックで流しながらお送りしていきたいと思いますラジオネーム、えー、パッソルさんチョコレートといえば明治が出てきましたあーいいですねあの明治のさあの100円ぐらいで売ってる板チョコがあるじゃないですかあれがもうなんか地味に好きですねあのどんなこうチョコレートよりもあのねこう銀紙をちょっとこうちぎってであのまた銀紙の音が <laughs> でまたあのー、半分紙にしてで食べてまた閉じる時もねあのこう銀紙がうまーくこうねあのー、チョコレートの風味を逃さないようにしてくれるじゃないですかねチョコレートといえば明治さあ「おはポにョちょっとアファー気味アゴベルト中里でごわすよモーリー帽子かぶってんななんでか失恋したのか?」ということで。 帽子かぶってないですけどね <laughs> これは僕の地毛ですけどね角度によってかあれなのかなハンチングとかに見えるのかな、えー、してして勝手にテーマ「疑問」小5の息子がさっき「お父さん近藤むってなんすか何なのさ?」と私のようにぐいぐい食いついてくるんだが「モリーどうするべきよまず」えー「パークアベニューの神モリー迷える子羊にアドバイスくれ」 安静バイビロンビローンはいラジオネーム、えー、これはアゴベルト中里さんからいただきましたいやこの辺のジャンルはねもうアゴベルトさんの領域じゃないですかねもうちゃんとご説明したらいいと思いますよンドームっていうのはねねいやでも小学校の時とかねなんか同級生でいたなあの水風船代わりにそのゴムにね えー、水を入れてこうパーンって割ってとか,かよくやってましたね、まあ、僕やってないですけど見る側だ,だったんですけどねはい,いやそういうね質問された時にどう親が答えるかですよねまあ,あの家庭によってはいやこれはもうそのうち分かるよって言ったりとか同じ目線に立ってね どれどれってこう気になって話をちゃんと諭すようにするのかねこの性教育的ないや、これはねこれをやらないとねっていうことを言うのか,か親によりますよねこれね何て言うんですかねアゴベルトさんだこの辺は本当にもうアゴベルトさんのねあのー、もう世界っていうか <laughs> 領域じゃないかなと思いますけどもねはいさああのー、今の話ついでに まる、えー、といえば」っていうテーマなんですけど思いつくものをね皆さん想像していただきたいんですが、えー、理想のおっぱいといえば何カップはいこちらをちょっと聞いてみたいと思います。人によってはねいやもう A ですよとね映 A がいいよっていう人もいればいやいやいやもう G だったり F だったりがいいっていう人もいるんじゃないかなと。 思うんですけれども僕はもうトータル考えると C ですね。<laughs> はいもう A か B か C か D か E か F で簡単に遅れるというそういった質問でございます。太すけさん F。<laughs> これあれだね傾向が分かるねこれね。人となりが分かるねちょっとね。あこの人こういう顔して実はこういうのがっていう。 <laughs> パッソルさん C ですあー C はねなんか数上があんまり見えてこないね F とかっていう人はもう大体もう <laughs> こんな感じじゃないかなっていう勝手,勝手な連想ですけどねうわーテントウさんめっちゃリアルだなこれえー、垂れていない C なんかねこのツイキャスの画面に CC っていうね文字がいっぱいあるんですけどなんか視力検査みたいになってきましたね <laughs>、えー、太郎介さんモーリーさんも好きだなーっていうことではいっていうかあんまり僕こんなのしないんですようんなぜかいや普通はしますけどねなんかこう最近はあんまりしないですねえー、さあもういいかな こちらメール行きましょう。おお、アゴベルトさん、贅沢は言いません。B プラス。<laughs> <laughs> 何この B プラスって ?B は B でもってことえー、テントウさん、アゴベルトさんからのメールが間もなく届くはずということ。今届きましたね。B プラスってきたよ。<laughs> チョコラ B+ b B ププララススとかじゃないですねこれね、b、が来ましたね何でしょうねこれねえー、沖縄市のミンミンさんからもこのテーマ楽しいですねあこれあの「何カップ」のテーマの話じゃないですねこれね、えー、このお題だとしたら皆さんは誰ですか金八といえばあいやもうこれ金八って言ったらね武田鉄矢さんじゃないですかえー、ミンミンはマッチなんです 多分これは世代が分かるかもそうです耳ミミはタノキン世代モアリーさん誰ですかっていうことでもう金八イコールもうすいませんもう僕はもう武田先生しか出てこない武田先生だったあ <laughs> ごめん武田先生じゃないね武田鉄矢さんしか出てこないうん金八イコールだからこの出演者の名前が誰が出てたかっていうのがまず分からないですからねうん金八といえば誰か 誰が出てたんでしょうねねそそもそも、ね、だからこの辺も世代ですよねうん分かる世代とそうじゃない世代まあでも最近でもないけどこの金八先生もなんかこうリメイクねやってましたよね確かね何年か前にその今の世代の子供たちがねキャストで疲れていましたけど店頭さん坂本金八ですパッソルさん 武田哲也ですということで来ましたねやっぱりそうですねもしかして田原敏子さんもこの金八先生に出てましたマッチがね出てるってことは、えー、うわあすごい、えー、杉田香織鶴見慎吾おまけに三原潤子は三原潤子さんはなんか 議員になる前になんか振り返りの VTR で見たことありますね。金八といえば坂本先生ではなく武田先生太郎けさんはいいただきましたさっきね B プラスの話がありましたが、えー、プラスって上を向いてるってことかなあごちゃん的には <laughs> あえー、ああなるほど B の中でも上向きですよっていうことなんですねきっとねはい。 とということで、えー、今日の番組のテーマは「まあ、思い浮かべるもの」ですね「えー、○○〇〇といえば○○」というそういったこう遊びをやっておりますがさあここで一つお知らせ戸辺琉球長寿2015作・演出・舞平仁俺たちにできないことはないうだつの上がらないおじいさん、あさと秀栄妻とは別居家族はばらばら。 酒をを飲んでは息子の周一と喧嘩をする毎日そんな秀栄が叶えた夢空を飛ぶこと家族の反対周囲からの苦情そして過去の失敗それでもひたすら飛行機を作り続ける秀栄人類で初めて空を飛んだとされるライト兄弟よりも100年以上も前に空を飛んだ人が琉球にいた琉球王朝の花火師朝戸秀斗人呼んで飛び朝戸 実在した18世紀後半の人物をモチーフに夢を追い続ける姿を描いたエンターテインメントストーリー劇団尾瀬公演市民劇ということですね、えー、これが今度の土日パレット市民劇場パレット雲文の9回で行われます7月4日5日2日間1日2回公演ということでなので土日計算すると4公演ということになりますね お昼の部が2時夜の部が6時前売りチケット1500円小中高校生1000円未就学児童は無料で入ることができます当日は500円アップなのでお気をつけくださいすごくね、あのー、感動するまた笑える舞台ということですよ もう30名、40名ぐらいのねあの市民の皆さんが、えー、今回の,この舞台に挑戦してでいろんなこう役を与えられてその役をね本当にこう,もう毎日仕事終わってから仕事の合間に、えー、セリフだったりとか舞台をね、えー、練習稽古して本番に臨むということですね。お時間あるという方は今度の土日、足を運んでみてください。さあ テントウさん、ヒープーさんってすごいよね、シナリオってどうやって書き上げていくのか、興味津々。ああ、確かにね、こさに来ないかな。ね。というかね、うん、今年の目標は、この番組に呼ぶっていう、<laughs> <laughs> 奇跡の試みをやってみましょうかね。ね。あのー、すいません。 焼肉でいいですかって言って <laughs> 宣伝も兼ねて来てもらっていいですかって言ってねえどうなんでしょうかで今日みたいなテーマを振るっていうねどうでしょうかさあコメントも来てますラジオネームあごベルト中里さん、えー、あごちゃん的にはということで、えー、まあこう何カップがね えー、いいですかっていう理想のカップっていう話をしましたけれども「B 竹がウィリー金八といえば上戸彩」「出てたよヤンキーだったよあんなに可愛くなるとは」ああそうなんだね上戸彩はあてことはもうだいぶ前なんじゃないですか ?20 代とか上戸彩さん20前半とかなんですかね へーその辺ちょっと全然わからないなあ,あじゃあもうあれだあの昔のねあの金八先生というよりも本当にこうリメイクしてからみたいなそういうことかもしれませんね天童さんエンパナ2のアシスタントにお招きしたらということではいねえフフフまずね年上をアシスタントになってできないですからね もういっても年下ですよ、もう条件をね。はいゆきぃさんから、モーリーさん、元気ねー、子育て、仕事楽し,楽しんでるねーということで、はいそうなんですよ、うちの娘がね、あのー、ちょっとこう、ね、熱発で今ね、お家で待機しているんですけれども、まあ、ちょっとね、あのー、保育園に移っちゃったのかな。 うんなんかこうどうやら、ね、インフルエンザだったりとか、えー、いろんなこうものが、ね、流行してるっていうことなんですけども一応うちの娘はあのー、大丈夫で、えー、インフルエンザではなくちょっとね風邪ひいちゃったみたいなそんな感じなんですけどもねラジオ聴いてい皆さんも、はい、お互い気をつけていきましょうもう明日から4月ですからね、はいあのー、今年の半分折り返しなので、えー、残り半分も頑張っていきましょう。 エンディングの曲、まあ、今日は沖縄特集ということで沖縄関連アーティストをお送りしていますもう夏ですからね、えー、D51 のナンバーでトップオブザサマーこの曲でお別れといきたいと思いますこの後の番組恋愛相談室、ね、この後番組10時からあります、えー、この後も聞いてください、えー、今日もメッセージとそしてツイキャスでのコメントもありがとうございました、えー、ここまでのお相手は DJ モーリーでしたそれでは皆さんまた来週